西野勇志は、富山県高岡市出身のプロ野球選手、宇藤右内、千葉ロッテマリーンズ所属、兄の影響で5歳から野球を始める。中学時代までは、外野手兼三流医師としてプレーした。高岡ボーイズでは、当時2年間コーチをしていた、橋本清からも教えを受けていた。中学時代は、学業成績も良かったため、進む学校である。 高岡高校への進学を進められたが、野球競合校の新港高校に進学。自転車で1時間かけて通学した。1年次の夏に当初に転校する。エースとして挑んだ3年次の夏は、富山県予選決勝で、ライバル、高岡商業高校2-2-3で赤配し準優勝に終わった。高校卒業後の進路に、東洋大学への進学の話があり、 当時の監督からも勧められたが、本人はプロを目指していたため進学などは一切考えておらず、プロ志望届を提出した。2008年10月30日、プロ野球ドラフト会議で千葉ロッテマリーンズから、育成選手ドラフト5巡目指名を受け、育成選手となった。 2009年シーズンから2012年シーズンまでは育成選手として過ごしたが、マウンド度胸を高く評価され、2012年11月10日に支配下選手登録された。背番号は67。2013年10月12日2013年3月30日のオリックスバファローズ戦でプロ初登板。2回に3を投げ、6安打1失点だった。4月7日には、 プロ初先発したが試合が、こ運ノーゲームとなり、記録には残らなかった。翌4月8日の東北楽天ゴールデンイーグルス、戦にスライド登板したために、プロ初先発を2日連続で経験。7回無失点でプロ入り初勝利を挙げた。前半戦で8勝を挙げるが、8月には、右肩2を8勝させるなど後半は1勝だけで、この年は9勝6敗に終わった。 埼玉西武ライオンズとのクライマックスシリーズファーストステージの第一戦で4点リードで迎えた5回1四万塁の場面で2番手として登板し1回に3を無アンダム失点に抑えて勝利投手となった育成ドラフト出身の選手がプレーオフ CS で勝利投手となるのは史上初最終的にチームはファイナルステージで敗れて敗退したが西野にとっては 飛躍を遂げた一年となった。オフには、小野慎吾の引退により秋番号となっていた、村田長次の背番号二十九になることが発表された。二千十四年は、シーズン開幕直前に前年最多セーブに輝いた、増田直也の負傷離脱により、開幕からクローザーを任され、四月五日の北海道、日本ハムファイターズ戦でプロ初セーブ、四月十八日の福岡ソフトバンクホークス戦では、 プロ初ホールドを上げる。開幕から5月3日のセーブ戦まで14試合連続無失点を達成するなど、好調だったためマスダが復帰後も、西野は抑えのままでそのまま活躍し、リーグ3位の31セーブを記録した、育成枠出身の選手では、初のシーズン30セーブだった。オフの10月9日に、日米野球2014の日本代表に選出されたことが発表された。 第3戦では9回に登板し1イニングを無安だ。無失点の投球を見せ、乗本高弘、西き樹、牧田和久と共に、日米野球史上初の系統、ノーヒットノーランを達成している。2015年は、開幕前の2月16日に、グローバルベースボールマッチ2015サムライジャパン対、欧州代表の日本代表に選出されたことが、発表された。3月10日の、 1> 第1戦に5番手として登板し、セーブを記録している。7月16日には、第1回 WBSC プレミア12の日本代表第1次候補選手に選出されたことが発表された。9月10日に、第1回 WBSC プレミア12の日本代表候補選手に選出されたことが発表された。シーズンでは終盤に打球の直撃による骨折で離脱したものの、 54試合に登板して自己最多の34セーブを挙げ、2年連続30セーブを達成した。打たれた本類打も一本のみ、セーブがつく機会での失敗は0と安定した成績を残し、チーム2年ぶりのクライマックスシリーズ進出に貢献した。2016年は開幕前の2月15日にサムライジャパン強化試合日本 VS チャイニーズ台北の 日本代表26名に選出されたことが発表された。シーズンでは8試合目の登板となった4月17日の北海道日本ハームファイターズ戦、4月23日のオリックス戦で2試合続けてセーブ失敗するなど前年より不安定なピッチングもあったが、6月までに32試合に登板し、18セーブを挙げ、防御率2.62位の成績を残していた。 しかし、7月に入ってから失点するケースが増え、交流戦に入る頃から感じていたという右肘痛のため7月30日に出場選手登録を抹消された。シーズン終盤の9月27日に一軍に復帰したが、復帰後は2試合の当板に止まった。最終的に42試合に当板し、3勝6敗21セーブ、防御率3.35の成績を残した。 翌シーズンから先発に復帰することが決まった。2017年は開幕2戦目のソフトバンク戦に2013年10月3日以来となる一軍先発登板を果たしたが、6回4失点で敗戦投手になり、3年越しではあるものの、先発では4連敗となった。2試合目の登板となった4月13日のオリックス戦では6回1失点で勝利投手となり、 2013年8月9日以来の先発勝利を挙げた。しかし、その後は2度先発登板するも、共に敗戦投手となり、右ヒーチツ痛で5月2日に登録抹消となった。人体を損傷していたため、2軍では1ヶ月半は登板を回避して、リハビリに努めた後、13試合に登板し、3勝4敗、防御率4.88で、 9月30日に5ヶ月ぶりに一軍昇格。同日の楽天戦で先発投板し、6回に失点で2勝目を挙げ、シーズンを終えた。契約公開では2000万円ダウンの年俸7500万円でサインした。2018年は新監督の井口忠人のもと、再びリリーフ投手として開幕を一軍で迎えたが、 シーズン初登板となった4月4日のオリックス戦で1回3失点と結果を残せず登録を抹消された。7月6日に再登録され4試合無失点と復調しかけたが7月24日のソフトバンク戦で2回3失点、7月31日の日本ハム戦で2回1、3号に失点と2試合続けて失点し、8月6日に再び登録を抹消された。 9月26日に再び1軍に昇格し、10月は閉幕までの5試合を無失点で抑えたが、1軍登板では初めてシーズン未勝利に終わり、リリーフ投手としてもセーブもホールドも上げることができず、2軍でも防御率5.71と不本意なシーズンとなった。しかし、2016年から感じていた右肘痛は改善されたため、怪我をする前のフォームに戻すべく、 シーズンオフの12月には、アメリカのシアトルにあるトレーニング施設、ドライブラインベースボールに自らアポを取り、自費で訪問し、映像による投球フォームの解析を行った。2019年もリリーフ投手として開幕1軍を勝ち取る。前年に訪問したドライブラインベースボールでの投球フォーム解析を踏まえフォームを改善した結果、ストレートは140キロ後半を計測するようになり、 5月9日の西武ライオンズ戦では2016年7月26日のオリックス戦以来3年ぶりとなる西武を挙げるなど開幕から32試合にディリーフ登板した8月以降は吉井正人投手コーチの発案で先発に配置転換され8月5日の楽天戦で2017年9月30日の楽天戦以来674日ぶりに先発し5回 無失点で674日ぶりの勝利を挙げた。9月7日のソフトバンク戦では9回4アンダ6、脱三振無失点と、11年目にして、プロ初関東、初完封勝利を記録した。最終的に、この年はリリーフと先発で、合計37試合に登板し、2勝3敗後、ホールド二セーブ、防御率は2.96と近年の故障や不調からの、 復活を印象付けた。この年も前年と同様、オフにドライブラインベースボールで自主トレを行った。2020年はオープン戦から安定した投球を続け、開幕ローテーションに今内定していたが、6月10日の中日ドラゴンズとの練習試合後に右肘に違和感を覚え、同16日に横浜市内の病院で右肘内側側副腎体損傷と診断された。 同30日に横浜市内の病院で右肘内側側側副人体再建手術を受けたため支配下登録後初の1軍公式戦登板なしに終わった。オーバースローから最速時速 150km のストレートと決め球のフォークが武器で他にもスライダー、カーブを投げる。先発時代には平均球速約時速 139km となっている。 高校時代は、最速時速143キロメートルの直球と、スライダーで打者を打ち取るタイプの投手だった。支配下、選手1年目の2013年は、浦和の球団寮から、QVC マリンフィールドのある幕張まで、電車通勤を行っていた。シーズンオフの期間を使い、埼玉県内の自動車教習所に通った。12月27日、 高野市の埼玉県警運転免許センターで適正試験と学科試験に一発で合格したため普通自動車免許を取得した。初記録投資記録その他の記録。ありがとうございます。